ホロナイダム。ホロナイダムは、北海道門別郡を覆う町、二級河川、ホロナイ川本流に建設されたダムである。北海道電力が、かつて管理していた、発電専用ダムで、高さ21.1メートルの重力式、コンクリートダム。当初は1939年、昭和14年に、ホロナイ送電が高さ13.0メートルの、省延帝として建設していた。 しかし1941年、昭和16年にダムが決壊しその後放棄、戦後オムエサ市町電力農業共同組合が1953年、昭和28年に現在の高さに再建した。その後北海道電力に移管されたが、維持管理費高騰が原因により1973年、昭和48年に廃止された。現在は北海道が管理する。 砂防ダムであり、河川法上のダムとは規定されていない。ダムによって形成された人造庫には特に名称が付けられていない。北海道開拓市による開拓以降、未開の地であった北海道にも次第に開発の手が伸びていった。オホーツク海沿岸地域においても、現在の網走市や北見市を中心に開拓のための移住者が定住し、 当地も開拓が進められていくようになっていた。しかしながら、インフラストラクチャーについてはほぼ手がつけられていない状態で、電力についても当時の北海道は、王子製紙を中心に、工場送電用水力発電開発が、千歳川や空地川、宇流川など石狩川水系を中心に行われていた程度であり、民需用の電力供給は皆無に等しい状況であった。 また、送電技術も発展途上であり、これらの河川から数百キロメートル離れたオホーツク海沿岸地域へ電力を供給することも当時の技術では不可能であった。昭和に入ると本州各地では電力会社がシェア拡大にしのぎを削っており、それに伴い発電、送電技術も進歩していったが、当時の電力会社は大規模に電力を消費する。 大都市圏への電力供給を主眼にており、人口の少ない地域への電力供給はおざなりとなっていた。特に北海道では民需用電力を供給するための大規模な電力会社がなく、同東、同北地域の住民はランプによる生活を余儀なくさていたのである。こうした不便を解消し電力供給による生活の質を向上させる必要性が 門別郡の住民の間より出始め、門別郡に電力を供給させることを目的に九百三十八年、昭和十三年ホロ内送電株式会が設立された。ホロ内送電は地元を流れるホロ内側に水力発電所の建設を計画。ここに高さ十三点零メートル、包み町長十一点零メートルの重力式、コンクリートダムを建設して貯水を行い、 ここより導水した水をホロ内川発電所に送って最大2 0 0ットを発電する計画を立てた。このホロ内川発電所の取水口として建設されたのがホロ内ダムである。ダムは翌1939年1月より着工され、翌1940年昭和15年12月にわずか1年11ヶ月という後期で本体が完成する。しかし、 完成直前、発電所の運用開始前に行われる、検査の直前に発電所施設が、被事故を起こして、運用は延期。復旧工事を実施し、翌1941年5月に施設は、修復され、今度こそ、運用が開始される手はずとなっていた。ところが、再度の発電所施設事前点検が行われる、直前の1941年6月6日、 ホロナ内川流域を集中豪雨が襲った。ダムはホロナ内川の下流に建設されており、流域面積の大半はダムより上流であった。このため上流の広範囲に降った豪雨は一挙にダム湖へ押し寄せたが、同時に帯だしい流木もダム湖に流入した。それら流木はダム中央部にあるゲートに大量に漂着したためダムは放流機能を失つ行きを失った洪水は、 ダム本体より越流を開始、ついに6月6日午前9時30分頃、ダム本体中央部が水圧に耐えきれず崩壊を開始し、決壊。ダム湖の水は濁流となって下流にある、現在の大ム町幌内集落に押し寄せた。幌内集落では32個が濁流によって家屋流出の被害を受け、死者60名、罹災者220名という大惨事を引き起こすに至る。 このホロナイダム決壊事故は明治以降に発生したダム決壊事故としては1868年、明治元年に愛知県で発生したイルカイケ決壊事故、通称イルカギレ。死者941名、1928年、昭和3年に長野県で発生した小諸発電所、第一調整地決壊事故、死者7名に次ぐ事故であり、死者数ではイルカイケ決壊事故、 1953年、昭和28年8月14日に、京都府で発生た、大正地決壊事故、死者105名に次ぐ重大なダム事故であった。1968年、昭和43年の第60回国会建設委員会と1971年、昭和46年の国会でも話題になったダム事故で、あり、現在でもこのダム事故を知る住民がいると言われている。 原因としては、施工時に劣悪なコンクリートを使用したことにより、重力式、コンクリートダムとしての利点が機能せず、莫大な水圧に耐えられなかった施工ミスに加え、大量の流木がダム放流機能を喪失させた、相乗作用によると考えられているが、詳細な原因究明は、戦時中ということもあって行われず、実態は不明である。ダム決壊後、 破壊されたダムと発電所はそのまま放棄された。当時は太平洋戦争に突入する直前であり、日本各地のダム事業も戦時体制維持最優先の観点から続々建設が中断されていた時期でもあり、再建は難しい時代背景であったことも考えられる。なおこの事故の慰霊碑が近傍に混流されている。太平洋戦争の終戦後も、 ダムと発電所は放棄されたままであり、大無町や隣接する江差市町は相変わらず電気が利用できない状況であった。このため決壊した、コロナイダムを再建して、電力を供給させようという機運が高まっていった。当時の電力業界は発電、送電を掌握していた、日本初送電と配電事業を行っていた、北海道配電など旧。 配電会社かど経済力集中排除法の適用を受け、1951年、昭和26年に電気事業再編政令の発布に伴い分割、民営化され、北海道には道内一円の発電、送電、配電を受け持つ北海道電力が誕生していた。だが、北海道電力は同時に設立された旧電力会社の中で経営基盤が最も弱く、 直ちに北海道内の電力基盤整備を行うことは不可能であった。北海道電力の電力事業が受けられない状況の中、オウム町と江サ市町は、ホロ内送電に代わる電力供給事業を自前で行うべく、オウムエ市町電力農業共同組合を設立。ダム決壊より10年経った1951年8月、 ホロナイダムとホロナイ川発電所の再建に着手した。まず、ホロナイダムについては、決壊前に比べダムの高さを8.1メートル、高くした21.1メートルの規模に拡張。これにより総貯水容量を722万立方メートルに増大させた。これにより、ホロナイ川発電所の発電能力も増強させることが可能になり、当初200キロワットであった認可。 最大出力も5倍弱に当たる9 6 0ットにまで増強が可能になった。ダムと発電所は2年4ヶ月の歳月をかけて建設が再開され、旧ダムの停滞を取り込む形で、コンクリートが打ち増しされて1953年、昭和28年12月に完成した。ホロナイダムとホロナイ川発電所が完成したことにより、 オウム町及びエサ市町の1600個に電力が供給され、住民はようやく電気の恩恵に預かれることができたのである。ダムと発電所は完成後オウムエサ市町電力農業、共同組合が管理を行っていた。その後1969年、昭和44年になると管理が北海道電力に移管され、以後は北海道電力が所有することとなった。 しかしこの頃よりダム及び発電所の維持管理費と発電に伴う売り上げとの費用対効果が大きな問題となっていた。ホロナイ川発電所は9 6 0ットの小規模水力発電所であり、現在の基準に照らすとマイクロ水力発電に相当する。当時は水力発電から火力発電へ電力開発の主軸が移行する非文土銃が主流になっており、 水力発電開発は下火になっていた。さらに、送電技術もダム建設当時から比べれば格段に進歩しており、北海道電力の電力供給能力も日高、電源一貫開発計画や多目的ダムにおける大規模水力発電事業の実施、高出力な火力発電所の建設などにより安定していた。このためコストが高い割に利益が少ない、ホロ内側発電所は、 その存在価値が失われていった。1972年、昭和47年、ホロ内川発電所の設備が故障した。これを契機に、北海道電力は、ホロ内川発電所の廃止を正式に決定。取水口である、ホロ内ダムも発電所の廃止によって、利用目的が喪失したことによく、1973年、昭和48年3月に廃止された。 オイルショックによって国産再生可能エネルギーである中小水力発電が見直される直前の出来事である。通常、ダムが廃止される場合は河川法の規定に基づき本体をはじめとする施設一切を撤去し、ダム建設前の状態に現状を復帰することが定められているが、ホロナイダムについては砂防ダムとして機能を維持させることになった。これに伴いダムに設置されていた 放流用のゲート4門をはじめ取水設備などはすべて撤去され、自然固始流方式のダムとして残存され現在に至る。廃止されたダムがほぼそのままの形で残っている、極めて珍しい例であるが、砂防ダムに変更されたことで、河川法におけるダムの規定からは外れ、現在ではダムとして認められていない。廃止後は北海道が管理する、 砂防ダムとして機能しているが、1997年、平成9年の河川法改定で、河川環境の保護が重要な法目的の一つに加えられた。ホロ内側においても川を遡上するケマスの河川生態系維持を図るため、2007年、平成19年により、ホロ内ダムに漁道を設置する工事が進められている。ホロ内ダムの人造庫は、 ニジマスが釣れるポイントとしても知られており、体長50から60センチメートルの大物が釣ることもある。ただしダム直下は遡上するサケマス保護のため漁業、共同組合の保護面に指定されているために禁漁となっているので注意。湖岸にはエゾマツとドマツの原生林が生い茂り、秋には紅葉が辺り一面を染め上げる名所にもなっている。コロナイダムへは、 札幌方面からは、道自動車道、名寄ロインターチェンジから国道40号、名寄ロバイパスを北上し、手塩川を渡河後、北海道道49号ビフカオーム線に右折して、直進。オウム町上ホロ内において、北海道道60号下川オウム線を左折し、オウム方面に直進すると到着する。網走市方面からは、国道238号を、 輪っか内市方面へ北上し、大牟町幌内で幌内側とかご道道60号へ左折、直進すると到着する。ダム本体付近には、展望台があり近づくことは可能であるが、本体へ入ることはできない。挙動完成後には、ダム直下流に公園が建設される予定となっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。